ミちゃん、今日で付き合って1ヶ月だね。今からどこ行く？楽しみ。そうだな。やめてよ。イタリカ、助けて。この人ストーカーなんです。いや、どうした？あれ？アミ？あ、ヒデ君、この人ストーカーなの。助けて。なんだって？おい、お前ストーカーなのか？いや、俺の彼女に何するんだ？いや、これもしかして今まで俺二股されてた。俺が浮気相手でこの男が本命ってこと？この人ね、悪質なストーカーなの。ほんで今本命と出くわしちゃったから俺をストーカーってことにしてごまかそうとしてる？そこまでやるやつおるんや。この、変態ストーカーキモキモ男。いや、普通ここまで切り替えられる？ついさっきまでラブラブってたのに。いや、ちょっと待ってくれ。俺はストーカーなんかじゃない。ねえ、聞いて。この男頭おかしいの。私と付き合ってるとか意味不明なこと言ってくるの。いや、俺の弁明詐欺に潰してくるやん。何こいつ。対処早ー。待って、俺はストーカーじゃない。証拠がある。なんかこいつね、誰か知らない女との LINE のやりとりなのに、私と LINE をしたって勘違いしているヤバいやつなの。だから多分こいつ今、その LINE を見せてくるよ。いや、俺が今から見せるであろう証拠を詐欺に潰してくるやん。何こいつ、全部先回りしてくる。待ってくれ、この LINE は嘘じゃない。彼女のスマホにも同じやりとりがあるはずだ。ほら見て、あなた以外の男は一人もいないでしょ。ほんまや。いや、こうなること想定していつ送るたびにいちいち LINE のやりとり消してんの。危機管理能力高すぎるやろ。いや待てよ、俺がストーカーじゃない証明ができるぞ。え、俺が今からこの LINE にメッセージを送る。それが彼女に届いたら彼女は嘘をついてるってことになるよな。まあ確かに。じゃあ今スタンプを送る。送ったぞ。ほら、何も来てないわ。いや、まさかこの女会うたびに毎回俺のことブロックしてる？ほんで解散した後いちいちブロック解除してる？いや、待てよ。証拠として彼女と撮った写真があるぞ。え？くっそ、ツーショットが一枚もない。これもあらかじめ注意してやがった。いや、待てよ。それでも証拠になるぞ。え？だってほら、俺が撮った写真に彼女はカメラ目線でピースしてる。もし俺がストーカーやったらこんな写真を何十枚も持ってるわけないやろ。確かに。ほら見て、今こいつが見せてる写真、すべて私が過去にインスタで上げてるやつでしょ。ほんまや。いや、こうなること予見して俺に撮られた写真すべてインスタに上げてたん。こいつなんて先まで読んでるね。ほらね、こいつがストーカーだったでしょ。いや、もう知らないふりをするのは疲れた。え？実は俺、アミの浮気は前々から気づいてたんだよ。え？そうだったの？ああ。許して、もう二度と浮気しないから。いや、もうこれ以上は無理だよ。別れよう。いや、別れるんか。知ってたなら最初から言えよ。こっちはわざわざ演技までしたのに。無駄な労力やったで。いや、ここまで開き直れる。別れると分かった途端、急に口悪いやん。え？っていうか、どうせ別れるんやったらとっとと帰れば。もう話すこと何もないよね。え？まだなんかある？え？え？いや、なんで驚いてんの？開き直り通り越して驚くって何？じゃあ帰るよ。さよなら。はい、さよなら。赤の他人さん。実はね、あいつ私のストーカーなの。いや、それは無理やで。この後さ、夜景の見えるホテルで大人の夜を過ごさない？ああ、それは無理。初対面だし。そっか、ダメか。じゃあちょっといいかな。え？何でもします。お願いいたします。いや、地面に練り込むほどプライド全捨てでお願いしてくるときはさすがに光栄。気持ちは嬉しい。でも無理だわ。行くメリットないし。お願い、お願い。じゃあさ、今後10年分の全ての家賃を代わりに払ってあげるから。いや、そこまでの条件出されちゃったらさすがに気持ち悪い。それは逆に引くわ。じゃあリアルに7万でお願い。いや、絶妙な金額を出されちゃったら悩んじゃうほど私は落ちぶれてない。いや、ギャルなめんなって感じ。じゃあ、あと6回デートを重ねて、お互いのことをもっと知った上で、観覧車でちゃんと告白して、正式に交際してから、ホテルお願い。いや、最初からその提案してくれればオッケーだったのに、もう手遅れ。何せキモいことが判明しちゃってるからさ。わかった。じゃあ、キモくないイケメンで誠実な男性を紹介するから、その人とデートを何度か重ねて、その人とホテルお願い。いや、お願いの目的が意味わからなすぎて、キモいの種類が変わった。同じキモいでもクレイジー系のキモいだな。わかった。じゃあ、今から高級ホテルを予約するから、せめてそこに一人で泊まってほしい。いや、マジで意味不明すぎるお願いしてきてるけど、断る理由がない。高級ホテル一人で泊まってみたいし、通りざえもんにするわ。ただその代わり条件がある。だる。何？顔が激痛だから救急車を呼んでくれない？いや、まさかの重傷を負ってたにもかかわらず私にはホテルだけおごってくれるとか、マジで肝優しい。いや、初めて肝と優しさが混ざった瞬間に立ち会えたわ。で、結果的に普通に肝いわ。痛い。衝撃で顔の形が変わっちゃったかも。嘘。もしかしたらイケメンになってるかもよ。マジで？ちょっと見せてみて。どうかな。元の顔あんま覚えてない。よっしゃ、大当たり。パチンコ玉がいっぱいや。すみません、店員さん。はい。このたくさんのパチンコ玉、すべて家に飾りたいので、持って帰っていいですか？いや、ほんまにパチンコ玉が欲しくてパチンコやってるやつおる。普通お金に換えるやろ。パチンコ玉自体に価値ないから。私、玉が大好きなんですよ。すみませんが、持ち帰るのは禁止なんです。そうなんですか？じゃあ、その代わりに、店員さんを家に持ち帰ってもいいですか？え？僕を？
はい、私銀のパチンコ玉も好きなんですけど、金の玉も好きなんですよ。いや下ネタかい。そっちの玉でもええんかい。ただ僕には彼女がいるので無理です。ごめんなさい。は？お前何断ってんねん。殺してやろうか。いや断ったら玉取られるんかい。あー夜にトイレ行くの怖いな。あ、キャッキャー。いや自分が幽霊のくせに怖がってくる。なんや、ここの住人か。ビビったー。急にドア開けんといてーな。ほんまビビって口から心臓飛び出るか思ったで。幽霊のテンションじゃない。昔この部屋に住んでいたとかですか。いえ、天井裏です。え、私お金がなくてこの部屋の天井裏に忍び込んで3ヶ月こっそり暮らしていたんです。でもそんな時足を滑らして頭を強く打ってしまって。なるほど。それは何年くらい前なんですか。侵入したのが3ヶ月前です。めっちゃ最近の話。え、ってことは私が住んでる間の話ですよね。はい、頭を打ったのが昨日です。確かに昨日の夜中に物を落としたけど。え、じゃあ今この上に遺体があるってことですか。いや遺体はないですよ、死んでないので。え、頭を打って亡くなったんじゃん。いえ、頭を打った拍子に好きなタイミングで幽体離脱ができるようになっただけです。幽霊じゃなかった。え、本体は今どうなってるんですか。今天井裏でセミダブルのベッドで寝ています。いや私よりいいベッド持ち込んでくる。今もずっと上で生活してるんですか。はい、冷蔵庫やテレビもあって住みやすいです。確かに今月の電気代が高かったけど。すぐ出て行ってください。迷惑です。待って、お願いがしたくて来たんです。え、あなた最近夜に掃除機をかけたりギターの練習をしてますよね。あ、はい。あれ迷惑なのでやめてください。いやずー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 しー。なので悪いんですけど部屋から出て行ってもらいたいんです。部屋ごと奪おうとしてくる。で、出て行った後も家賃だけはずっと払い続けてほしいんです。金までも奪おうとしてくる。あとよく見たら私より美人ですね。こっちの方がいいな。体すらも奪おうとしてくる。演奏は以上です。ありがとうございます。それでは続いての方、何の楽器を演奏していただけますか。はい、私は口笛で行かせていただきます。いや口笛、音大の試験で口笛で行くやつ初めて見たんやけど。それでは演奏を聞いてください。口笛でウグイスの鳴き声。いやモノマネかい。音大の試験でやることちゃうやろ。では行きます。いやめっちゃ下手くそなんかい。それでよう口笛一本で来たな。すみません、もう一度チャンスをください。次はもっと完璧にやるので。え、じゃああと一回だけですよ。それでは聞いてください。クレヨンしんちゃんのモノマネ。いやただのモノマネか。口笛でもないんかい。私の権力で君の給料を倍にしてあげてもいいんだぞ。え、いいんですか。ただし条件がある。条件。君は若くて元気な体をしているね。条件ってまさか。そのまさかだよ。覚悟はできてます。じゃあその若くて元気な体でうちの引っ越しの手伝いをしてくれんかね。いや、この状況で体で支払えって言ってけえへんことある。普通ならスケベな流れになるやろ。その若くてピチピチのボディで段ボールを運んでくれたまえ。いや、だからその言い方がややこしいねん。せっかくのピチピチのボディ使い方間違ってんねん。そして引っ越しが終わった後はお楽しみタイムだ。あ、そういうことですか。そうだ、庭でバーベキューだ。いやスケベなお楽しみちゃうんかい。鉄板よりももっと熱くするべきところがあるやろがい。でバーベキューの後は大人の遊びだ。え、一緒にゴルフを楽しむんだ。いやまずベッドでお前のドライバー振らんかい。ゴルフよりもっと大事な球があるやろがい。いやいい加減にせえよ。もっとスケベな要求してこいよ。え、そんな要求もしていいのかね。いや当たり前やろ。じゃあほっぺにチューしてほしいな。いやぬるいね。もっと権力を悪用せよ。悪い大人になれよ。ただ私にも愛する妻がいるんだ。いや何、権力者が倫理観持ってんねん。権力者なんて全員頭おかしいに決まってんねん。もうお断りします。給料は倍にしていただかなくても結構です。失礼します。待ちたまえ。え、ストレートにスケベな要求をさせてもらうよ。そうそう、そういうことやがな。それなら給料そのままでもいいでしょう。みんな、お遊戯会の練習をするよ。先生、台本が納得いかないんですけど。え？桃太郎ってこういうセリフ言いますかね。いや、お遊戯会で演技論ぶつけてくる子供おる。ガチすぎるやろ。後半のキジがくちばしで鬼の目を刺すシーンは苦情があるんじゃないですか。ラストの暴力での解決は子供に悪影響だと思います。犬猿キジを家来にするのは問題かと。いや、スポンサー目線かよ。んなこと言ってるから面白くなくなるね。なので僕がすべてストーリーは書き直しておきました。いや、勝手に脚色すなよ。新ストーリーは、崩壊した未来からやってきたロボが未来のリーダーとなる少年を守るお話です。いやそれターミネーター2やないか。今日はゆきみちゃんと初めてのデート楽しみだな。たくまさんお待たせ。ゆきみちゃん、じゃあ修士
私今から本当にデートに行ってくるからね。ああ、勝手に行けばいいじゃねえか。本当にいいのね。デートに行くわよ。俺には関係ねえって言ってんだろ。分かったわよ。じゃあたくまさん、行きましょう。いや、なんか俺ピエロにされてない？本当は両思いの二人が素直になるためのきっかけに使われてない？じゃあデートだし手をつなぎましょう。え、シュージ、私今から手をつなごうと思うんだけど、いい？は？いちいち俺に聞くなよ。じゃあ手をつなぐわよ。勝手につなげよ。分かったわよ。じゃあ繋ぎましょう。いや、俺の生まれて初めてのデートこんな感じなん？俺かわいそすぎるやろ。じゃあどこ行こうか。全然どこでもいいよ。なんならホテルでもいいよ。え？なんだよ。お前ホテル行くのかよ。行くけど何？止めたいの？別に。止めねえ。へえ、止めないんだね。シュージの気持ちはよくわかったわ。じゃあタクマくん、ホテル行きましょう。いや、行かれへんて。だって雪見は絶対シュージに止められたいだけやもん。ちょっと待ってくれよ、シュージさん。素直になれよ。ほんまは雪見ちゃんのこと好きなんやろ？だったらちゃんと本人に伝えろよ。いやいや、マジで好きじゃないんすよ。はぁ？俺今ちゃんとした彼女とここで待ち合わせしてるんで、雪見はマジで興味ないんす。いや、マジでマジで。いや、マジで興味なかったんかい。ほら、思わせぶりな態度取るなよ。雪見その気になってもうてるやんけ。本当に興味なかったんだね。じゃあ、たくまさん、行きましょう。あ、うん。雪見。え？本当にホテル行っちまうんだな。いや、なんやねん。興味ないんちゃうんけ。シュージ、お前、もしキープしたいだけなんやったら、それは絶対あかんぞ。シュージ、本当にいいのね。もしホテルに行っちゃったら、もう私のことキープできなくなるよ。いや、キープ受け入れてたんかい。ってことは、俺はたかだかキープのためのピエロにされてんの。わかった。素直になる。雪見、俺はやっぱお前をキープしたい。だから行かないでくれ。いや、男らしく言ってんちゃうぞ。シュージ、嬉しいわ。私にも本命の彼氏がいるとは言え。シュージ、私もあなたをキープしたい。いや、お前もキープやったんかい。ほな、俺、キープとキープのピエロやないか。やってられるか。もうええわ。さよなら。え、たくまさん行っちゃうの？それは待ってよ。は？なんで俺を引き止めんねん。最後にこれだけは言っておきたいの。元気でね。さようなら。いや、俺、キープにもしてもらわれへんのかい。